はようございます。現在7時半ですね、朝の。はい、グラベリーパークです。はい、今日はスカーレットナイトの公開日ですね。ちょっと早く来すぎちゃったんですけど、誰もおらん。スヌーピーだけしかいない、あそこに。一人で撮ってる。まあ、8時にオープンするみたいなんで待ちましょうか。はい、はい。Hey guys! M スズメのトムです。カイトです。ザビエルです。僕たち初めて映画館並びました。7時半から。はい、そのおかげでチケット3枚買いました。じゃあ早速見ていきます。見ていきます。わかりなさい。戻りました。どうでした？いや、面白すぎます。キムタクかっこいい。長澤まさみさん綺麗すぎます。ちょっとあの、見てなくても言える感想。いや、マジで面白い。マジで面白い。でもただ、犯人がちょっと分かんなかったですね。あ、分かんなかった。分かんなかったです。分かりづらかったな。いや、でもすごかった。本当にこれは面白い。何回でも見れる。いけるね。やられたみたいな感じあります。いや、もう想像を超えてきてる。そうですね。まあ、ちょっとまあね、もちろんみんな映画のレビューなんかしたことないと思うから、ちょっとまだまだコメント薄いけども。そうですね。でも今言っていただきました、何回でも見たい。そんないい映画だった。うん、めっちゃ良かったです。何回見ても飽きなそう。何回見ても大丈夫。そんなあなた方のためにですね、2回目の公演のチケットご用意しました。もうこのあと15分ぐらいで始まります。はい、でもすいません、あのお席の都合上、あの1枚しか取れずですね。1人だけもう1回おかわりできます。なるほど。なるほどですね。はい、ちょ僕大丈夫。何回も見たいけど。何回も見たいって言いましたよね。いや、言いました。トムが言いました。トム言いました。まあ言いましたね。何回見ても面白い。はい、なので今からもう1回見る人を決めていただきたいと思います。うん。それではですね、あの2回目見る方をこれで決めていただきたいと思います。しますか、これあのゴム手袋ですね。これはまあベストで言ったらこう頭からかぶっていただきたいんですけど、ちょっと手元伸びないタイプですね、多分。これちょっとかぶるの無理そうなんで、あの皆さんこれを鼻息だけで割っていただきます。ん、鼻息だけですか？割れるんですか？鼻息で。口使っても無理そうな気するんだけど。やり方としてはもう空気を逃さずもう鼻に密着させて、もう口から吸って鼻から吐くの繰り返しですね。これあの一番最後まで割れなかった方は2回目。2回目いいですか？はい、あのもう15分後には映画始まっちゃうんで。やばいですね。あ、これいける、いける、いける、よし。はい、それでは参りましょう。ハナピー言ってた。ハナピー用意スタート。よいしょ、一発で。めっちゃ空気出てる。待って待って、よっしゃ、めっちゃ鼻くそ出た。やっちゃ、やったー。あ、マジで鼓膜破れてる今のやつ。マジでリバグった。あれあれ、どんだけ空気逃がさないかな、ね、これエグ。はい、まさか10分の映画なしですね。いや、まあ、まあけど嬉しいことだから。確かに、そっか。マイナスじゃないよ、全然。面白いからね。うん。よし。行ってきます。行ってらっしゃい。一人で。頑張って。来た来た来た。来たよ、来たよ。来たよ。ちょっと、食ってるやん。大満足。大満足。何回も同じで、2回目あんま映画見ないんだけど、それ面白かった。よかった。うん。どうだった？2回見ての感想は。いや、けどめっちゃまだ面白かったですね。飽きるとかじゃなんか
犯人知ってて見るのもめちゃくちゃ面白かったです。ああなるほど、その観点から映画見たら楽しい。めっちゃマジで面白かったです。全然何回でもいける。2回目行った後もいける。そんなあなたのためにですね、なんと次の回のチケットも用意しております。何回でも行けると、何回でも行けるという。それもう俺っすか。あの今から15分後に始まります。地獄やん。しかもむせくんちょっと気づいたことなかった、さっきあの映画館の席1回目と同じでしたね。同じとこ、はい、なんとですね、次も同じとこです。もう置いてくるやろ席。置いといたらいい、持ってこなくていいんじゃん。今日一日僕ここ座りましたっつって先生に一緒に待ってる側も楽じゃないですね、これね。マジきついっす。寝てたけどね。映画もう終わってるはずなんだけど出てこないですね。もしかしたらワンちゃんの嫌で帰ったっていう説も。見ずにいきなり見ずに YouTuber 失格ですもん。大体の時間で来てる説あるもん。あ、見てないもう。見てないで。なるほどっすね。いやそれしてたらやばいっすよ。いきなり帰ってる可能性ある。ちょっと待って、来た来た。おかえりのせい。やばいって。どうした。もう疲労もやばいし、スイマーとの戦いよ。家みたいな格好してる。マジで本当にどうでした？いや映画は普通に面白かった。面白かった。何回でも見れる。何回でも見れるかもしれないけど、さすが3回目連チャンだともう先が見えてきて、もう飽きてきて、ぼちぼち。そう。それ失礼です。で、あとなんかあの清掃するお兄ちゃんいるじゃん。多分俺目立つからだと思うんだけど、チケット間違って買ってたら腫れ物できますよってさすがにびっくりされてる。3回連続それ、そう変なやつだもん。だ映画館の使い方間違えてるやつ、間違えてるマジ気まずかった。もうでしょ。そう、もう、はい、ごめんね。もうあと10分ほどでですね、4回目がこれに関してはもうこれ終わる頃には夜ですか。マジで一日じゃん。いや待ってる側もきついから。確かにバカきつい。ベンチで普通に寝ましたけど。ガチで俺もだけど頑張って一回も本当に寝てないけど、多分これ多分危ない。 I16? I16 4回目、俺の家。I16 です。 I16 の方が絶対いいよね。 I16 羨ましいよ。 I16 いいけど寝れないの。いびきかいちゃうから。真ん中だべ。真ん中だべ。えぐいって。楽しいね。まあもう時間が。これえぐいよ。夜ですね。またお会いするのは。もうあと2時間ちょっと後には暗くなってると思うんだよね。終了8時10分。はい。待ってます。頑張って。もう本当に来て。俺とカイト違う映画見てるわ。バイバイ。いいな、羨ましい。足取りが重い。めっちゃ変な人ですよ。あの髪型で4回朝から見てんでしょ。次のシフトに1人多分また外人来る。Twitter とか書かれてる説ある。外人が4回見に来た。クソ笑った。日本で1人しかいない。じゃあ僕らも編集頑張ります。元気。本当に。こっちもきついよ。いやもう。夜です。スムービーしまった。来た。お。お帰りなさい。ハハ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 ハ
一言で例えるなら一言スルメ。スルメ、スルメです。まあ、4回見てそれかよ。聞いてるよ、うん、見れば見るほど味が出る。カナダ君も噛むほど味が出るです。うんま。いやありがとう。一日4回見なきゃそれ出てこない。確かに。さすがに。まあ、最後の最後まで誰が犯人か分かりません。頑張って。いやマジで面白いです。キムタクかっこいいし長澤まさみ綺麗だし。東野圭吾さんのねなんか展開がすごいよ。すごい。さすが。もうキャスト豪華すぎるね。マジで面白いんでぜひ皆さん見てください。はい。ありがとうございました。